22番エリシャで行こう3548枠目。はい、クロガネさん、3年ビビドンパチ先生さん、いらっしゃい。ディグザさんがありです。アラン・プロストさん、6個目さんいらっしゃい。ホワイツ、ホワイツ、6個目さん、シャドルさん、8個目さんいらっしゃい。ワコツです。ガタンごとめいでしょ。スズナさんいらっしゃい。ワコツンです。ラックス伝説が現れ。アカドダイボンさんいらっしゃい。さあ。ワクオツです。汽車で行こう。はい、12個目さんいらっしゃい。イガさんがいらっしゃい。昨日ここのね、これを通したんで、これぐるっとね、一周回るになったけども、ちょっと、貨物がないんで、貨物をね、貨物を味がせると。でねワコツ。クラソウジさんいらっしゃい。知らせるかね。ぐる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 回る。こちらぐる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 の1号機だっけ。1号機ですね。1号機もぐるぐるぐる回ってしまうか。ワコツです。10万号機なんで。ラックス電鉄もすっかり雪の装い。今日こそ旦那さんみたいにね、冬でも何でもね、年がら年中無休でございます。ラックス電鉄ここはするかで、18個目さんでしょ。赤戸大門さん、スーザーさん、和骨へ列車で行こうです。プニャプニャ。21個目さんでしょ。ここね、機材を4個もある。売れてるんだから。年末調整がマイナスだったのでへこんでおります。あら、来年の税金が怖い。怖い。地図に点在する緑の点が汚染地域でしたっけ。どうやったらね、緑の点はある地域ですね。あ、ここで、あたちょっと調整しないとあれだな。ここをちょっとあっちまで、あれ分岐はあそこに曲げてない。分岐をちょっと待って、分岐をちょっと待って、分岐を曲げないといけない。まあやっぱこう理解だね。で、猫じゃらし先生、うまくぶつからないようにしたいんだけど、なんかね、雑魚、妙見されてる。ここはね、ああそうそう、ここね、あそこの駅とか、あそこの駅だからここか。待て、違う、これがこれだから、分岐変えないといけない。分岐を、ポイントを、やっぱこれだ、ここだね、怖いんだよね、OK。あれ？なんでこっち来てんの？ちょっとおかしい、自分で確定申告してるときは交際費計上のために飲み食いのレシートを必死に集めてたな、笑い。で、確定申告すごいですね。
自営業の人は全部自分でやらないといけない。ワンダさんがあれね、あそこ分岐変えてなかったっけ。ここにでも資材を置いて置くようにしないといけないね。ここに資材が。あ、ダメだダメだ。資材を奪うようにしとかないと、ここにいつまでたっても駅が進めない。ここにも資材食べないといけない。まあいいや、一旦ここの資材を奪って、一旦ここの資材を奪いまして、でここで駅をね、今お金取ってくださって、ニューさんもあるから嬉しいです。で駅を建て替える。都市改造が進んでいるね。もう都市改造がしっかりと、よし OK、 これでこの環状線ラックシティ1号環状線ができましたね。これであとはどん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 プラスになってね。ただ8時をやめちゃったからどうかな、マイナスの方多い。環状線だから常に貨物が回ってるっていうのもね、経費がかかっちゃうからね。丸い道かと思ったら道じゃないな、これ道がまだできるわけない。ああ、ちょっと経費の方があるな、これ。あれ、あの資材、あら、貨物列車どこ行った。あれ、あの貨物列車どこ行った。和国です。貨物列車は来なかった。この曲好きです。よしべさんじゃ、この曲いいですね。新宿西口駅の前、縦なの店。あれ、西口駅の店は何なんですか。私ちょっと東京知らない。あれ、今どこ行った貨物列車。どこ行った列車、どこ行った。ヨドバシですね。ヨドバシ、ヨドバシカメラ、ヨドバシカメラって正解。わら、真ん中通るは中央線。ラック中央線。
カムフどこいたんだ。レーダーレーダー。あ、こうだった。はいはい、はい、普通詰まってんね。詰まってる。明日はめっちゃ寒くなるみたいですね。ザコなんか明日そうですね。すごい森さんが一番最初。ヨドバシ都会にしかないですからね。あーちょっとあれだね。ヨドバシネット通販には日曜大工の道具まで売ってる。日曜大工のどこまで売ってる。あーここの資材置き場にちょっとあれだね、運べないね。新潟に帰省する予定なのに減温しそうです。あーちょっと今ちょっと大変じゃないですか今ね。渋滞でね、何時間も雪で閉じ込められて、今週末まで雪じゃないですかね。危険ですよね。まあまあスタッドレス履いててもやばそうですね。年末どうなるかわかんないですね。まあスタッドレスプラスチェーンじゃないとね走れないらしいですね。だいたいあのスタックしちゃった車の7割が今年何度目かの最強寒波らしいですね。7割はチェーン履いてなかったんで、ね、スタッドレスのみなんだって、ね、スタッドレスプラスチェーンじゃないとダメらしいね。最強はさもう常にねもうインフレ状態最強キーまた具合悪くなっちゃう。ちょっと機材が運ばれないねこのサイクルだと。ザコツ、そんな寒い日にパイタンはいいぞ。今年は早い日にこんなに来るとは思ってなくてですね。ラックス市では車が走っていないので雪で立ち往生の心配はない、ね、ないですね。電車はもうそこまでラックス市って雪降らないですし、降ったとしてもね完璧な、寒さ対策、すごい寒さ対策、素晴らしい。全部食べるんですね。もうこれいらない。家の前に止めてあった車のマフラーに雪が詰まって結束4したってニュース見て、新潟怖いなって思いました。ああそうそう、あれ見て霊柩車の渋滞があるって聞きました。あれどうしたらいいんですか。消えねえ霊柩車の渋滞怖い。あのね、渋滞で、なんすか、1日24時間以上なんかね、ずっと動けなかったで、やっぱり車の中で寝ちゃうじゃないですか。ね、暖房がつけたまんま。雪がマフラー塞いじゃってるんで、雪のけるしかないですね。雪はずっと降り続いてるわけですよね。窓開けてたらダメだよね。窓開けてたらダメだよね。あれ、どうしたらいいのね。寝ちゃいけないってこと？どういうことだって徹夜でドキドキ見ないと。でも一人だと絶対眠くなりますよねあれね。車の中で寝るならマフラーのところに必ず隙間が開くような形でスコップを立てかけたりして。なるほどね。あ、窓開けて寝たらあわや投資しかけた大泉ひろしさん。窓開けてもダメ。県民は大体スタック用にスコップ持ってるんで、渋滞にはまった場合はマフラーを掘るように車学の時から教えられます。なるほど、ちゃんと車学校の時からあるんだね。こっちはそういうの全然教わらないから。車が動くかわからないし寝てはいけないのでは。うん、寝てはいけなくても全然寝ちゃうよ。24時間は遅れるわけないからね。うつらうつらと。睡魔には勝てないですからね。どんな誰か言ってましたもんね、辞書に。あのね、最強の敵は睡魔である、ね、一酸化は眠くなるんでしたっけ。睡魔には怖いです ね、どんな生物も勝てない。殴ったね、親父にも殴られたことないのに。睡魔にはどんな、ね、生物も勝てない、ね、この世で最強なのは睡魔。別に次の日休みってわけでもないですからね。そうなんですよ。
スタンドが売り切れになるので原則厚着してエンジン切れって教えられますね。あ、エンジン切った方がいいんだ。雪国に住んでいるであろう方のライフハックがなんかすごい。あ、雪国にはちょっともう住みたくないですね。ちょっと旅行するのはいいですけどね、大変ですもんね。もう冬の時期はもう雪かきっていう作業が加わるわけですからね、地元暮らし。普通の人はラックス電鉄の社員みたいに24時間働けませんからね。まあ何するにしたって雪の降り次第っすわ。雪国とは、はい、やっぱりね、まあ、昔の人は出稼ぎ行ってましたもんね、雪降ってる間はね、都会にね。今でこそね、あの仕事がありますけど、昔は雪降ったら仕事ができないから、もう都会にね出稼ぎに行って、おらこんな村嫌だ、おらこんな村嫌だっていうね、歌にもなってますし。今回みたいに大規模停電が続いてる状態だと車の中で寝たい気持ちもわかるし、東京へ出るだって。まあ、ただ昔からいる人はだから寝ちゃう、寝ちゃダメなのは知ってるよね。場所は絶対話しますし、雪国民は雪に敏感です ね、 ね。はい、初めて自己目されて、そうだよね。だからちょっとね、お亡くなりになった人には悪いですけどね、やっぱちょっと最近来られたりして、そらね、適当な地形だなんて簡単に埋まるからね。ここになかなか嫌いを持って、ちょっと収入環状線にしたら減ってる5万ぐらいなかったっけ。河川敷とかもあっという間に埋まりますからね。変わってないか、変わってないね。工場がないからあれだね、あそこ置いとかないといけない。工場作りなんて作らないと、環状線のちょっと時間、それまたあの貨物車はちょっとまだ工場建ってないから早いよね。工場建ててないのに環状線に貨物列車を走らせたら、もう資材がどんどんちょっとあっち行ったりするわけです。雪に縁がないとこ住んでるから苦労がわかりません。皆さん、気がないとこ来てください。快適ですよ。あと、ここにちょっと線路、九州でも雪が降ってるというのに。よし、こうシティで一番最初に埋まるのは死体置き場なんですよね。いやいや、ラックスティは全然仮想場がないですね。本当つらいよね。都内中心部に住むと雪のない生活の快適さを実感します。ね、雪降るとこに住んでるともう大変ですよ。冬の間雪がないところだと冬はね、冬の方が好きですもんね。冬は虫が出ない。大阪は降らないけど、ちょっと降ったら生活はやんになりますね。遺体置き場なんてありませんよ。虫が出ないしね、草もなかなかね生えてこないんで、3日くらいで下ろさないといけないくらい降る場所はあるけど生えてこないでね。やっぱ冬の方が今の家ってちゃんと湯切りってのがついてて、除雪で転落用してるのは昔の家なだけです。あ、昔の家、まあまあでもしょうがないね。昔から続いてる家だからしょうがないよね。場所は雪国なんで、
所によって雪の質も違いますし、下の方だとホワイトアウトで前全く見えないの怖い。雪ならまだいいか、歩道の凍結はやばいですね。革靴なんか履けませんね、わら。あのね、全然雪降らないから雪で転落死するっていうのはちょっとわかんない、ね、雪だからズボって埋まっちゃうんじゃないかな、ね、埋まっ柔らかいから窒息死するってこと、お、振り、もう高く積もってるから。とてもカチカチになってる、埋まって見つかってない。雪に埋もれて窒息ですかね。日差しとかに遠ざけちゃうんですよ。あ、埋まってるから、埋まってて、あ、コンクリートとかあるからね、そうだね。雪には当たらないけど、雪の中にあるやつ。見えないもんね、そうだね。あの、見えない溝とかにね、ドボってはまっちゃったりする。出られないか。さらに低体温で追い打ちかける感じで。自分の身長の高さの雪があったら胸までは埋まるつもりでいる認識が必要ですぞ。なるほど。昔は溝に隠れて覗きしてたんですよね。なんかどっかで事件ありましたよね。溝の雪崩の場合は埋まって方向感覚がなくなって側溝の下に隠れて、まあ、そこまで強烈に柔らかい雪は上覗いてスマホから写真撮ってて捕まったわらわら。変なやついましたね、本当に。ああ、柔らかい雪はめったないですか。その行動力は評価したい。いやいや、行動、変な行動力。ラックスさん、そんなことを。私はですね。餅はね、まあ、大体餅毎年殺してますからね。餅は結構殺してるけど、他でなんかあった時はね、なんかゼリーとかで窒息死した時とかはすぐにね、なんかあのゼリー回収とかねあったりするけど、餅は絶対に回収されませんからね。普通にパソコンでね、もうやったりするとダメなんだ。やっぱ天然物じゃないとダメなんだね。養殖物はダメなんだ。ピエロのラックスさんが、いからく、それなんか、ね、あの、よくそのなんか、あれ、窓動画ありましたよね、なんかね、そう、ピエロが下から出て、なんか、少年になんか説明するっていうね、あれ、ホラー映画だったんだね、元ネタね。何かと思ってた。ホラー映画のなんとかっていうやつ、もう忘れちゃったけど、それが元ネタだった。雨もかなり危険。雨もね、結構ね。そうそう、速攻からなんかピエロが出てなんか少年に話するやつですよね。もちろんほんと毎年殺して死人が出てるけど、もちは許されてる。他の食品は許されないですよね。はいはい、ラックス、はい、ジョージ。コモコさん、ところで何いるとはね。詰まった餅は掃除機で吸い取るんですよね。ドリフのコントで見ました。わら。あ、でもそれってありなんじゃなかったっけ？コントじゃなくても掃除機で吸ったりするってダメなんだっけ？なんかあのピエロラックスさんだったんですか？ピエロは違います。なんかの掃除機でやるっていうの。良くなかったの違ったっけ、なんかあれだダメなんだったっけ。実際だダメなんだっけ。
になるからね。税金が気になる。資材運んでたからちょっと5万いかないな。調べたら下とか吸うから効果が薄いって書いてましたね。ああ、いや効果薄いね、やっぱり掃除機で吸うの。あ、下吸っちゃうね、そうやね掃除機で下がちぎれちゃう。今期はじゃなくて今期もだろ、ケール部長。今期も掃除決算。その予定に召されてほしい親戚のおばあちゃんに積極的に餅を振る舞ってるそうですは、笑。今期もちょっとミノー、これ5万5万で ギリだな、これ大丈夫か、これちょっと資材運んでたらこれ赤字になるんじゃない、これ。いかず払えないぞ、払えないぞ、税金払えないぞ、これ資材運んだら。人件費多めに払って回収しましょう。税金高いね。借金みたいに借金して税金払うしかないじゃないこれ。あと10万。町の人からむしり取りましょう。10万いってない、まだ11万円。2ヶ月で。本当にきつすぎますね。ねえ。本当税金高いです。税金人からもきっちり取っていただきたい。本当に困る。ケール部長はラックス社長の座を狙ってるんで闇を言うんですよ。ケール部長、赤字だったことがあったかね。序盤以外は黒字だろう、全部。何が高いのこれ。半分持ってかれてんだよね、大体。土地代、土地の税金だけで、もう土地の税金も高いね。強くやりすぎると骨折の恐れもあるので難しい。あ、この経理部長は死体こう見ることはないかもしれないですね。鉄道資産はそこまで税金かかってないね。あ、もう土地が割と高い。このこれだけして。借金して路線どんどん増やしましょう。鉄道資産の 5% が高すぎる。部長が変わってるから知らないんですよ。借金した方がいいかな。借金しないとお金増えないとあれだね。よし、純利益1兆円で法人税ゼロなの。ソフトバンクから税金取らないとね、本当に。国民から取らないでソフトバンクから取ろうソフトバンクの税金上げない、ソフトバンク税を作らないとあんま払えるな、これ狙い撃ち、笑。狙い撃ちで払えるけど、ちょっと次のあれだ、借金しないと次のが増え、レール増やせないもんね、このままだと。税金払うので精一杯で路線増やせないからね、借金しないと。孫さんは税金より紙むしり取りましょう。孫さん紙の方が紙税はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン版エレシャディコンスリーが毎日やってます。前の時税金どうしてたんですか。前の時はね、で、すぐ建物をゼロで建てて売ってたからもうオツでした。はい、オツでした。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 税金対策特にいらなかったんだよね。はい、オツです。オツでした。オツでした。鉄道会社は建築もやらなきゃ稼げないのか。